どうもおはようございます。今日の役員連絡会ですが、小村副総裁からのご挨拶はですね、平和安全法制参議院でご尽力いただいているが、そして修正協議も行っていくけれども、決めるべき時に決められるようにしていきたいと、こういうことです。それから私からはですね、竹内礼一元衆議院議員が9月5日に逝去されて、非常に近親者の方でですね、密葬が執り行われたということでございますが、順当葬に該当されますので、竹内家といろいろお話をしまして、9月20日に自民党、それから青森県連竹内家の合同葬として執り行われることになりました。葬儀委員長は青森県連会長の江戸昭則先生にお務めいただくことになりまして、合わせて党代表としてもご参列いただくということをまず申し上げました。それから台風に伴う豪雨によりましてですね、栃木茨城を中心に甚大な被害が出ておりまして、本日も比較また油断ができない状況でございます。昨日、政調会長本部長とする対策本部を設けまして、本日午後会議を開催していただくことになっております。政府と連携して対策には万全を期していきたい。それから参議院ではですね、平和安全法制審議大詰めを迎えておりまして、15日までの委員会日程も決定をしたと、修正協議も行われておりますが、来週はきちんと仕上げていかなければならない。政府与党結束して、最大の山場、緊張感を持って臨んでいきたいということを申しました。それから吉田参議院国対委員長からはですね、本会議平安得意の答弁の日程、それから溝手参議院会長からご心配をおかけしているが、必ず初期の目的を達成できるようにしていきたいという話がありました。伊達幹事長からも、大きな山場でありますけど参議院でしっかり決めていきたい。それから山形市長選についてもしっかり参議院の方からも応援していこう。それから佐藤国対委員長は今日の本会議に行って等々とですね、衆議院としてもいかなる事態となろうとも万全の体制をとっていきたいと。それから茂木さんからは山形市長選の調整、稲田政調会長からは平成27年台風等による災害対策本部、この会議を今日15時開会、異論なきよう万全の対応していきたいと、こういうことでございました。今日の役員連絡会おおむね以上でございます。ということについて、その吉田参議院国対委員長とか、あるいはその溝手会長からの発言で、その今後の対応方針というか、そういうところはどういうご発言があったのかというのを伺いたいんですが。来週中には仕上げていこうという流れで、ご発言があったと思います。それはお二人から。吉田さんからですね。吉田さんからも来週中の成立を目指してやっていくという、そういうことだったと思います。はい、関係しまして、関連しまして、その水手会長が必ず初期に持っていて達成できるようにしたい、あるいはその伊達幹事長が参院で成立させたいと、その60日ルールは使わないという決意を示されたということなんでしょうか。決めるべき時に参議院できちっと結論を出していくというのは大前提だと思うんですね。そういうことをおっしゃっているかと思います。一方でですね、その与野党 その現場での話し合いとかを見ていますと、日程ギリギリだなという感じをお持ちだと思うんですが、このあたり幹事長としては今後どういうふうに調整されていかれますか。なんて言うんでしょうか、私はね、前々から申し上げていることでありますが、筒いっぱいにやるっていうのはなかなかこれは
不測の事態も想定されるんですね。多少のやっぱりゆとりというのがなきゃ、後がガタガタになる恐れもなしはしない、まあ基本的に思っておりますので、やっぱりその辺を参議院側もかなり参議院側もその点は何度も申し上げておりますので、意識はしておられると思います。そういう中でさらに法人都合努力を参議院にしていただきたいと思っています。テレビ朝日グルマですが、はい、参議院の方からですね、地方公聴会の開催というような話も聞こえてくるんですが、ちょっとそうなりますと16日の委員会採決というのが少し窮屈になってくるかなと思うんですが、そのあたりは今日は特にそういうそこまでの議論は役員連絡会ではしておりません。委員長、はい、テレビ東京の小林です。石破大臣が自身の派閥立ち上げに向けた動きを始めたかと思うんですけれども、そのことについて、この時期、このタイミングということも踏まえて受け止めをお願いします。まあ、あれですね、私、直接石破さんからお話を伺ったわけではありませんので、間接の情報で、いろいろ申し上げると間違うこともあると思いますが、大きく言えばですね、やはり志ある方が次を目指していろいろな模索をされるというのはあってしかるべきことだろうと思います。他方、私も野党総裁の時代ですね、派閥をどうするかということでかなりいろいろなご主張がありましてですね、かなりその辺は神経を使った記憶がございますので、そのあたりの当時のご議論と現在のご議論がいかなる関係に立つのかなという気持ちは若干ないわけではありません。よろしいですか。はい、立憲の酒井です。昨日与党の税制協議会が開かれましてですね、財務省が消費増税 10% のタイミングでの緩和策ですか、財務緩和策、幹部制度というものがなされましたけれども、公明党の中ではやはり中堅若手の方を中心にまだ異論があるようで、一方自民党にはそんなに異論がないようになります。こうしたその自公の間での考え方の違い、溝というんですか、これどう考えますか。いわゆるですね、ヨーロッパ型といいますかね、EU 型の付加価値税というものの中で軽減税率、これはかなり表現はどういう表現にしていいのか分かりませんが、現実にはかなり反社の制度であるという批判、これは論点としてあるわけです。それで日本も小売業者や何かを中心にですね、その煩雑さは何とかしてくれないかというちょっと反対であるというご意見がないわけでもありません。ただその消費税率が上がってきますとですね、なんていうんでしょうか、必需品のようなものを中心に何かそういうことを取り入れなければいけないんではないかという議論がある。だから今回の議論はですね、その EU 型ではなくてですね、そういうそのいわゆる生活必需品の範囲は何かというのはいろいろ議論があるんでしょうけれども、何らかの形でその逆進性の玉みたいなのができないのか、それでもう少しそれが反差でないものを目指せないのかと、いうことで出てきたんだと思います。ただこれは今までじゃあそれと同じようなことが行われていたというわけではありませんので、特にマイナンバーというようなものと関連しているわけですのでね、制度の詳細についてどういう設計をしていくのかということについてはかなり緻密な議論が必要だろうと思います。それから緻密な議論が必要ということだけではなくてですね、マイナンバーというようなものの取り扱いに、仮にその慣れてなくて不測の事態が起こってもいけないわけでして、その辺のマイナンバーというようなものに例えば小売業界とかですね、
そういうものが十分習熟するにはどういうことがあるのかとか、まあ、いくつか論点はあるんだろうと思います。ですからその点は議論をよくよく詰めていただく必要があるのかなと思います。じゃあ、では次回見ましょう。